はい、あるです。ということでね、Tear of the Kingdom実況プレイやっていくんですけども、まあ、今回の企画はですね、まあ、またちょっと面白い企画思いつきましたので、今のね、場所が、オルディン山脈、ふもとにあります、ドイブラウン遺跡に来ておるんですけども、オルドラの聖地ということで、普段巡回しているルート、ここからまたバーみたいな感じらしいんですよね。なんかよくわかんないんですけど、とりあえずこの穴に、オルドラさんが、まあ、現れるということですよ。要は。はい。ということで、まあ、今回は、この家を、まあ、塞いでやろうかなと。なんかこれ穴塞いだら、どうなるのか、普通に気になると思うんで、今回は検証していきたいと思います。さあ、やってまいりました。オルドラさんの、やべえな、ここ。え、マジ？一応ね、今回のために、まあ、翼を100個ほど集めてきたんですけど、さあ、どう？どうですか、これ。いったやろ、これ。マジで。てか、行けよ。いや、怖い。あ、これほんまに怖いわ。あ、これめっちゃ怖い。めっちゃ揺れてる。頑張って。やばい。あー消えた。まあまあまあと。そうですかと。まあじゃあどうすんの。まあここはちょっとね、柔軟に頭を使いまして、物理的に防げなくても、光の光線で防ぐことは可能ということで。あ、映えてる。いいぞ。いける。これ。あー、これ最強兵器だわ。より最強になった、これ。誰今なんかさ、ちょっと、決戦を前にしてさ、なんか、お前かなんか、な最弱兵器やっとって言いたいの。ね。最強でしょ、どう見ても。あ、チューリーは、まあ、どうしてもこれが最弱兵器と言いたいみたいなんで、ちょっと帰らせました。まあ、来た。ちょ待って、なんか怖い。やめて。ちょ、何あの炎。ちょ待って、やめてくれ。ほんまにやめてほしいと思います、僕は。あ、雨降る、今。今ここで仕留めるぞ。消えれろよ。発射ー、いけー、あれ、ちょっと、発射ー、いけー、止まるー、いけー、おい、お前も行ってこい、なに、いけ、何度でも行け。あら待て、こんなところで終われるわけねえだろ。吐き出せっつってんだ、いけー、いてー、止めろー、こいつを止めろ、どうにかしろ、お前が、止まってくれ。はい、ということですね。彼は止まりませんでした。どうすりゃよかったんだい。じゃあ、これリベンジ案件でしょ。止まってくれ。誰だってね。ちょっと待ってくれ。何ですか？何なんですか？ちょっとやめてよ。うわ、何これ、うわ、視聴者の化身や。ということでね、なんかリクエストとかあったら気軽にお待ちしております。リクエストしてください、ぜひ。